はい。16対9の四角の中に生きる妖精です。はい。これは中西のモダンタイムスですね。はい。あ、すいません。変な頭で失礼しております。はい。せっかく買ったので、かぶっております。すいません。はい。あ、すいません。駄菓子ですね。あ、これをずっと追い求めていた。はい。これね、プラスチック容器にね、入ってね、大きい。で、こんな蓋でね、はい。赤かったかな。開けてね、取ってね、勝手に取ってね。おばちゃんに断り入れてたかな。どうだったかな。まあ、取って。10円か20円かでしたよね。忘れましたが、はい。ありました。京都のイオンのね、なんだっけ、あれ。夢屋でしたっけ。違ったかな。駄菓子屋さん。はい。で、買いました。で、これ見つけてね、これもテンション上がりましたね。これ食べてた。お得でっせ。ですよね。はい。お得でっせ。これ100円から10円当たるんですよね。50円。平成元年になってる。僕らの時は昭和何年って書いてあったんだろう。懐かしいな、これ。これまだあるんですね。大阪の会社なんだ。これ。これはね、よく食べてましたよ、これ。これ好きでしたね。これね。甘辛いんですよね。これよく食べてましたよ。ね、いただきます。あ、で、ちょっと酸味もあるんだ。あー、懐かしい。うん。美味しい。味濃い。これ食べてましたよ。もう一本食べよう。美味しいわ。味濃いけど。もう今やお酒が欲しくなります。はい。これね、駄菓子屋さんにもあったんですが、酒屋さんにもあったんです。だからじいちゃんがね、酒屋でなんか立ち飲みとかもできるんですよね。コップ酒をね、立ち飲み。すっごい狭いところなんですが、一人二人ぐらいは、はい、立ち飲みできるところでね。これもあったんですよ。つまみとしてね、置いてあってね。で、じいちゃんついてって、じいちゃん酒飲みながらこれ食べて、僕はこれだけ食べて、はい。っていうのはありましたね。うん、これです。僕が追い求めていた。ね。これ何て言うんだろう。名前はわかりませんが。ホタラって言うんだ。あ、品名、ホタラ。ホって帆船、船のね、ホタラ。ホタラ。なんて呼んでたんだろう。わかりません。これです。はい。わかんない。なんて呼んでたんだろう。あ、ちょっと開けますね。お得です。当たるかな。当たったら困るね。また、駄菓子屋さん。まあ、イオンの駄菓子屋さん。ね、こっちでも同じ、店舗があるから、当たるかな。うわ。100円 100円当たったんですけど、100円当たったんですよ、これ。こんなもんちっちゃい時だったらもうテンションもう、ね。突き抜けてましたよ。天を突き破ってましたよ。はい、テンションがね。あ、ちょっと熱いからね。ドロッドロ。あ、柔らか。柔らか。すんげえ柔らかい。うわ。これはちょっと目も当てられない状態です。はい。このぐにゃぐにゃになっちゃって。ね。でも食べます。食べづら。くっついちゃってんもん。ちょっとね。ダメだ。100円当たった。うん。おいしい。100円当たり、よかったねって書いてある。よかったねって。これ、イオン持ってったら、100円分買い物できんのかな。すごい食べ方が汚くてすいません。もう仕方がないんで。すいません。100円当たった。当たったのが嬉しいですね。うん、100円買い物できるっていうことではなく、はい。昔はね、もう100円プラスね、買い物できるってんで、すごいテンション上がりましたけど、うん。こう当たったっていうのが嬉しいですね。はい。まあ、イオン行くことがあって、買い物できたかどうか、はい。またご報告したいと思います。はい。このモダンタイムスでね、100円当たったっていうね。すいません。当たっちゃいました。
まあちゅうことで、はい、これも嬉しいな、これ美味しいわ、ほんとほたら、はい、まあちゅうことで、まじまじじゃ、まあじゃ